どうもこんにちは、アーニャです。本日のテーマはなんとなく違和感を感じる時の練習法。なんかすごい抽象的なテーマなんですけれども、まあ、具体的には音と脳と手がなんかずれてる感覚で演奏しちゃってるっていうことないですか？こういうとね、どういうことで思われる方がほとんどだと思うんですけど、例えば緊張していて指がどんどん先に行っちゃったりとか、頭では分かってるけど指が動かなかったりとか、とりあえず曲にはなってるけどなんとなく体と出ている音との違和感があるとか、そういうことっていうのは、まあ、私もたまにあります。たまにあるし、特に久しぶりにピアノを弾いた時とかね、そういうことが多いですね。なんて言うんだろう、簡単に言うと音と手がうまく連動してないっていうか、そんな感じですね。昔はね、このズレってどうやって修正したらいいんだって悩んでました。弾ける時は本当になんか頭も耳も手も全部ピタってはまる感じがあるんですけど、環境が変わったりとかすると感覚がずれるっていうか、自分でも分かるズレみたいなのが起こるんですよね。それの解決法っていうか、本当にシンプルなものなんですけど、お伝えしていこうと思います。リサイタル開催決定、概要欄からチェックしてね。一番いいのは自分が出している音を聞く方により意識を向けることですね。まあ、私の場合は特に久しぶりにねピアノを弾いたりとかすると、頭の方が先に行っちゃって、それでなんか手がちょっと待ってみたいな感じで後からついてくるみたいなことが多いんですよね。知ってる音楽を聴きながら先読みするみたいな、なんかそんな感覚になることがあって、そうなると音を感じられていないんですよ。出ている音を感じられていないし、頭もどんどん先に行っちゃうしみたいで、体は全然追いついていないしみたいな感じでね、ちぐはぐな状態になるんです。そうやってちぐはぐな状態になったら出ている音楽もだいたいちぐはぐなんですよ。それは良くない。じゃあどうすればいいかって言ったら、それがさっき言った通り、自分の出す音を聞く方に意識を向けるんです。出ている音を聞くっていうの、頭でもう知ってる音楽を流しているんじゃなくって、今この瞬間に出ている音を聞くっていう方に意識を向ける。テンポの速い曲だと特にズレを感じている時は難しいと思うんで、練習でしかできないけどね。そういう時はどうするかって言ったら、ゆっくりとした曲を弾いたりとか、音がねちょっと少ない曲を弾いたりとか。私はポリフォニー作品だと特に耳が開く感じっていうか、耳が音を聞こうとするのでポリフォニー作品選んだりとかしています。まあ、そうやって耳で聞いてね、まあ、手もだし脳もだし耳もだしって感じでズレをチューニングして直すっていうか、いいところにチューニングするみたいな感じにしています。じゃあ本番ではできないじゃないかって思われるかもしれないんだけど、多分本番でなんかそういうズレが起こる人って練習でもそういうズレが起こっている可能性があるんですよね。だから練習の時でももうちょっとそういうズレに敏感になって、ズレに感じたと思ったらさっき言った通り聞く方に意識を向けて、でゆっくりした曲とか音の少ない曲とかいうのをズレを直すみたいな、そういう訓練じゃないけど、そういう風に練習していったら、そうしたら私もそうだったんですけど、ズレを感じたなと思っても、まあ、修正する方法とかこうやったら修正できるということが分かっているんで、どんどんズレを直すスピードが速くなりました。本当に慣れなんじゃないかな。そうやって自分がどうやってズレを直せるかっていうのが分かっていたら、もしもあなんか今日はちょっと感覚がおかしいなっていう時も焦らないですし、大丈夫いつものだみたいな感じでね思えたりとかするんで、まあ、自分の感覚のズレってどういうのかをちょっと今一度考えていただいて、それでどうやったら、まあ、平常っていうかいい具合に感覚をチューニングできるかみたいなことを知っておくといいんじゃないかなと思います。まあ、でも大抵は音を聞けていないことがほとんどだと思うんで、まず聞くっていうことをね意識していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでアーニャの音楽の話をもっと聞きたいなと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。 SNS なども概要欄に貼ってあるのでぜひ見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。アーニャでした。バイバイ。